こんにちは、速稼塾の久保です。前回花田陽馬さんへの Q&A でブレインバスターの、例題をちょっとお話ししましたね。あれは恋愛相談があった時にその当事者の方が、それを他の人に話すことに許可を得ていないのに相談するとは何事だっていうことでしたね。ちょっと分かりにくい表現になりました。ある10人ぐらいのコミュニティの中で、男女がちょっと他でねちょこっとした関係がありました。で、男の子がそのコミュニティの中の人に個人でね、個人メッセージか個人で相対してですね、いや、あのコミュニティの中に B 子ちゃんっているじゃん、 B 子ちゃんとこの前こんなことがあったんだよねっていうふうに相談したのを私が相談されたんですよ。で、そこで私がどんな答えを出したでしょうかっていうことを問題にしました。もう自分がね相談されたと思って答えてくださいっていう例題だったんですけども、ほとんどの方は、その相談ごとに親身に答えるんですよ。でも大前提として、その相談事って俺なんかに話していいの、その女の子はそれを他の人に話されて嫌じゃないのっていうところを、その大前提をね指摘しないといけないよっていうのが、ブレインバスタープログラムの回答でした。というのが、相談をしてくださった方に答えるのは悪くないんですよ。でも、もうちょっと範囲を広げてみると、その相談事はお前が解決すべきじゃないのかと、人に話すことによってその方のプライバシーが守られないじゃないかってことに気づきにくいってことなんですよね。女の子の立場をもっともっとシンプルにね、センシティブに考えないといけないっていうことだと思いますね。はい、では今日はね、リクエストもちょっとあったんで、これ以前も話したような気がするんですけども、それも込みでもう一回、ここで例題を出します。それはですね、花田陽馬さんも相談されたことがあると思います。お金の問題です。花田さんと、お願い、ちょっと今月苦しいんだよと、こんな事情があってねと、お金を貸してもらえませんか、そんな質問、相談受けたことあるんじゃないですか。これ多分ね、この動画をご覧になっている他の方もこの相談受けられたと思うんですよ、ね、受けられてると思うんですよね。お金を貸してくださいなんて生涯で何度か言われたことがあるでしょ。で、ある人はね、どっかで気がじった回答を言います。私はお金を貸すときはあげるつもりで貸すんだよと。あとね、こんな回答もあります。あ、お金貸して、いやちょっと貸せないよ、以前ね、お金を貸して逃げられちゃったことがあるんだ、だから貸せないよって回答です。もっともらしいんですけども、トンチンカンな回答であることに気づくと思うんですよ。それはですね、今までお金を貸した人が何人もいると、で、その何人もの人から返してもらったことはないと、全部持ち逃げされちゃった、だからあなたにも貸しませんっていうのはどうでしょうかね。だって100人に貸そうが1000人に貸そうが、その人たちがもう全然返してくれない、そんなことがあったとしても、今新しく来た人との関係には全く関わりのないことですよね。もっと言えばですね、お金を貸してとんずらされちゃった人のその苦い過去の経験を、なんでね、新しく来た俺が責任取らなくちゃいけないのと、その人たちにお金とんずらされたのはあなたの人望がないからじゃないですかと、私に対してもその人望のなさを私に押し付けるんですかっていうふうに問い詰められた時に答えられないんですよ。ですんでね、これは回答としては三流だなと思いますね。今までいっぱいお金を貸したんだけど全然返ってこなかったんだと、だからあなたにも貸しませんっていうのは三流の回答ですね、これは。世の中では通用するんでしょうけどもね、そのレベルでいてはお金には好かれないかなっていうことですね。あとね、お金は貸すときはあげるつもりで貸すんだというふうな人もいます。じゃあくださいって言ってくれるかってことなんですよ。かっこいいこと言っても結局はね、貸さない理由を探してるんですよ。それもいいんですけどもね、貸さない理由を探しても。さあ、それでですね、ここからもう一回花田陽馬さんに Q&A でございます。花田陽馬さん、お金を貸してくださいって言われた時の対応はどうしますかということでございます。これは以前お話したような気がするんですけどね、でも忘れてるかもしれないし、もしかしたら本当に初めてかもしれないので、ちょっと回答をしてみてください。よろしくお願いします。ちなみにですけども、前回やりましたね、ブレインバスタープログラム、2回ほどプログラムの一部をお話したと思うんですけども、これ不思議なことにね、この質問を公開ですると速稼塾の入塾生は増えるんですよ。なぜならブレインバスタープログラムの動画を見てものすごく感銘を受けました、速稼塾に入って考え方を一から変えたいです、こういうふうなメッセージとともに入塾の希望者が出るんですよね。だからね、ブレインバスタープログラムっていうのは実は流れ玉って私言うんですけども、私花田陽馬さんに話してますよね。花田陽馬さんじゃない人が例えばこの動画を見て流れ玉に当たるんですよ。そしてその人が速稼塾への入塾を決めるっていう、こういうルートがあるんですよね。
まあ、ですのでここまでネタバラシをしたんですけども、今回も多分このお金を貸してくださいという回答をね、次回回答しますけども、その時に多分速稼塾に入りたいっていう人は最低1名は来ると思いますね。ちょっと弱気ですね、最低1名ってのは。でも1名は来ると思います。ということで種明かしをしながらも動画のやり取り、これからも続けさせてもらいます。いってらっしゃい。